核燃料サイクルはどうしても必要なのか、原発以外にエネルギーの選択肢はないのか、東京大学に原子力専門の科学者を訪ねました。斑目春樹教授は政府の原子力政策を決める原子力委員のメンバーの一人です。技術の方はですね、とにかく分かんないけれどもやってみようはどうしてもあります。で、ダメ、危ないってなったら、ちょっとでもその兆候があったらそこで手を打とうと、恐る恐るですよ。原子力もそうなんですね。原子力もそういうところは絶対あります。だって例えばですね、原子力発電所を設計した時には、あの応力腐食割れ SCC なんていうのは知らなかったんですよ。だけどあのまだいろんなそういう分かんないことがあるから、あの安全率っていうかですね、余裕をたくさん持って、でその余裕に収まるだろうなと思って始めてるわけですよ。そしたら SCC が出てきちゃった。でチェックしてみたら、まあこれはこの余裕なんかが収まってよかったよかった、今までよかったよかったで来てます。でただし、よかったじゃないシナリオもあるでしょうねって言われると思うんですよ。その時は原子力発電所止まっちゃいますね。原子力発電に対して安心する気なんてきませんよ。せめて信頼してほしいと思うんですけど、安心なんかできるわけないじゃないですか、あんな武器なの。その核廃棄物の最終処分をすることは技術的に問題なくても、はいはい、そこを受け入れる場所がなければ今困っちゃいますもん。ないですよね。フランスでもイギリスでもまだ決まってない、ね。ないですよ。それ大きな問題じゃないですか。いやだから、基本的に、その何ていうのかな、今の路線で、今の路線が本当に正しいかどうか別として、今の路線かなんかで甲斐があるだろうと思ってるわけですよ。というのは、最後の処分地の話は最後は結局お金でしょ。どうしてもその、みんなが受け入れてくれないってなったら、じゃあお宅にはこれ、そのじゃあ、今までこれこれって言ってたけど、その2倍払いましょう、それでも手を挙げないんだったら、じゃあ5倍払いましょう、10倍払いましょう、どっかで国民が納得することが出てきますよ。それは経済的インセンティブと、処理費なんて高が知れてるから、多分その祖母は引き出さないですね。今は確か最終処分地を受け入れてくれる、ボーリング調査をさせてくれるだけですごいお金流してますね。20億円ですよ、あれが高が知れてるらしいですよ、あの世界は。そうなんですか、だから原子力発電ってのはものすごい儲かってるんでしょうね、きっとね。そりゃそうですよ。原子力発電所1日止めると1億どころじゃないわけですよね。だからそういう意味からいくと、今動いてる原子力発電所を潰す気なんてアメリカも応答ないし、日本も電力会社あるものはもうできる限り使いたいっていうのは、これは本当本音ですよ。増え続ける核廃棄物を最終的にどうするのか、100万年間保管するその方法は世界中のどこも決まっていません。